謝罪にね、聞いてないの。いやいや、ちょっと。俺はキャスターだけで言うと、直しようと。謝りに行く時ってことですか。普通、へこむまでぶつけるやろ。そこはどうしようもね。一回入ってみてよ。入ってみてよ。じゃあ、一回入ってみて。そうそうそう。あ、おはようございます。新しいアルバイト。今、嫁もこれ1時間残業してる。そんな忙しい時間帯にどっかのバカがパン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 全部してる。本当。何回言いましたあとから聞いたの。それで、しかもな、DM とかで連絡とかでね、店電かけてくるから、手止めて行かなあかんねんな、予約かなんかよ、思って。覚えときます、その忙しいと。覚えてきますよ、俺一回言うたやんか、電話かけてくる。この間めっちゃ電話してたから。せやのに、またかけてきたよ。で、待ったよ。まあまあ怒りようだって言うてたから。誰やねん、こいつだと思いながら。嫁はんもなんか、すげえ、もう前から電話かけてきたやんか。入るね、これは。なんでそれは書きが読まれへんのか。ことがことやっただけでってめちゃめちゃ喜んでるやん。これで亡くなってたりとかしてたらあれやけど、しかもあいつ痛いとかに手さやから。ちょ一回入ってみ、あ、ちょうどぞお前。片足すら入れない。この明日から魔法使いって呼ぶわ。なんかこれいけるかもしれないと思ってた。この顔の甘い考えが気に入らんな。自動ドアやから、うち自動ドアなんで、そこんとこすんません、自動ドアなんで。こちらこちらやってます。自動ドアやから、ちょっと激しめに。俺が危ないな、入ったらあかんやつか。お前ちょっとでも入ろうとしたら、お前ディフェンスするやん。センサー反応してる。センサー、センサー、ドア閉めよう。頭下げて、ちゃんと謝る。頭悪いかもしれない。ダメなんだこれ。頭かって言われた。頭かい。課長すいません、入りたい、入りたい、入りたいって言われた。入りたい。入りたいからいと入れるもんでもないしな。かけた。何に座ろうと。テーブルチャージ取るけど。チャージ中が。八分全部ね。支払いしてない。そんなに。社長が全部メニュー考えてる。すごいな、初めて。これもう出口狭まってる。できないだと思うな。おもろいからね。